昨日のそこさくなんだかやばいことに。先日放送されたナンバーワンイケメン決定戦、これにより X が女オタさんを中心に大盛り上がり。女オタさんとんでもないことになってる。 X で森田村検索するとやばいわね。 X が今夜寝れなさそうな女オタばっかで草。森田村で X で休止してる人たくさんいるのな。女性ファンにはたまらないんだろうね。あれが朝まで X 盛り上がってたぞ。てんちゃんと森田が群を抜いてやばいな。男装も可愛いし、それにはしゃいでるメンバーも可愛いから最高でしたね。男装企画はメンバーがシナリオを書くことによってこういう願望があるのかと覗き見ることができるのがおもろい。今後バックスライブのブルムンの時みたいな黄色い声が増えそう。安い面じゃなくて本気の男装生写真出せば荒れそう。言った今週の光見たらマジで発狂してそう。ついにゆうちゃん、電車でいつも一緒でとか話しかけられたら即110番しなさい。村井がまたセンスのヤバさを披露してて草だった。